ということでございます。これエアコンというのはですね、実はエアコンの吹き出し口に温度計がついている場合というのが非常に多いんですけれども、そうではなくって人のいるところに温度計を設置して、いわゆる人のその体感できる温度に合わせて、エアコンを動かしていくという技術でございまして、これに天気予報などを組み入れるという、これ仙台高専さんがやっている革命的な技術なんですけれども、そういったところがなかなかこう予算がつかなくって、進まなかったということがございます。これ例えばその室内だけでなく、こういった仙台市街の街区全体というところを制御できる、そういった技術でもございますので、こういった省エネ技術を伸ばすことによって合わせて再生エネルギー、そういったものを使っていくことによって、このエネルギー政策をなんとか解決の方向に持っていきたい、それが私の政策でございます。はい、はい、ありがとうございました。エネルギー政策、非常に多様な側面あると思います。で、私は個人的に思うのは、やはり地震の日にやっぱり何日も停電をする。昔は停電っていうのは2、3日あったことですかもしれませんけれども、今日電気がないとですね、生活できないっていうのはこの宮城の市は経験をしているわけですね。でそうしますと、やはりエネルギー政策非常に重要な問題では、ただ5名の方々のお話を聞いているとやはり時間の問題もありますよね。技術がどこまでに開発できるのかという問題もありますし、でかつ、そういうインフラの整備という時間もあると思います。でおそらくですね、そのあたり、これから、細かいお話が選挙期間中出てくると思いますので、そういうところをですね、聞いていただけると非常にいいのではないのかなというふうに聞いていて思いました。続きましてはですね